在大阪フィリピン総領事館は、フィリピンが日本の大阪府大阪市に設置している総領事館である。かつて、兵庫県神戸市に設置されていたため、在大阪、神戸フィリピン総領事館と呼ばれることもある。1956年7月23日、日本国とフィリピン共和国との間の賠償協定が発効したことにより、日本とフィリピンの国交が再開された。 同年8月28日、神戸市中央区赤市町に在神戸フィリピン領事館が開設された。1960年1月、神戸の領事館が昇格して在神戸フィリピン、総領事館になる。1995年1月17日、阪神・淡路大震災によって、神戸の総領事館も被災し、総領事館の入居していた建物が崩壊した。1月18日、 神戸市中央区の北の町に臨時事務所を構える。同年2月、総領事館が臨時事務所を神戸市から転出することを決定し、大阪市北区中野島のリーガロイヤルホテル大阪の大会合場を曲がりする。同年5月、総領事館が大阪市中央区内淡路町のアドバンシティ内、淡路町ビルに入居して、在大阪フィリピン総領事館が発足する。 2001年11月26日、送料時間が、現在の住所である、Twin21MID タワーに移転した。郵便番号540-6124大阪府、大阪市中央区上ミニから1から 61Twin21MID タワー24階。ありがとうございます。